フィリピンフィルハーモニー管弦楽団は、フィリピンにおける主要なオーケストラであり、マニラの海岸戦争にあるフィリピン文化センターを拠点としている。ポの音楽監督及び主席指揮者は、福村法一である。1973年5月15日に CCP フィルハーモニーとして発足し、当初はフィリピン文化センターにおける講演者の伴奏を行うことを目的としていた。 最初の音楽監督はルイス・バレンシアで、コンサートマスターはジュリアン・クイリットであった。6年後、フェルディナンド・マルコス大統領夫人イメルダが、オスカルやトコにアンサンブルを再構成するように依頼し、1982年に現在の名称になるとともに、世界クラスの公共楽団に匹敵する素晴らしい楽団になるようなビジョンが制定された。ポ 常に忙しい日程をこなしており、主要なコンサートシーズンや、その他、サン・アグスチン国際音楽祭における通常公演、特別コンサート、コミュニティ向けの活動などがある。ポは、メンディロダン・ピエロ・ガンバやアコブ・ベルイマン、ジェフリー・メイヤーや、ニコラス・コフホといった著名な指揮者と共演している。また、モニク・デュ・フィル、セシル・リカド、マーティン・ニー・イベラ、ディ・サロン・アレジーヌ・ベラスケス、 バンクライバーン、レナータ・テバルディ、ユーディト・エンゲル、アンソニー・カムデン・フリー・スタイス、ガゴング・ラッパー、ジェレ・リムや、ダビド・ブノワといった著名な国内外の音楽家とも共演している。海外公演ではヨーロッパツアーを成功させ、2002年には東京オペラシティコンサートホールでのアジア・オーケストラ・ウィークに参加した。また、大国王の姉・カンラヤー・に割ったナー王女の招待により、 2004年のチャリティロイヤルコマンドコンサートにおいてバンコク国立劇場で演奏した。これはクラシック音楽の振興のための資金を確保するプロジェクトであり若手音楽家のための奨学金を給付する NPO 組織でありバンコクのフィリピン大使館とタイ文化省の共同作業である。2006年にはハワイ、カリフォルニアへのフィリピン人の最初の移民から100周年の 祝賀を行うため、米国へのツアーを行った。ありがとうございます。